フリーセックス教団、ヤルミナ教教祖、キリンですー。はい、ということで今回は世界中にあるとされる世にも奇妙なとんでも宗教をいくつかご紹介していきたいと思います。では参ります。キリンをあがめよ、キリンは神、キリンキリンキリン。空飛ぶスパゲッティモンスター教、世界で最も有名なパロディ宗教なので知ってる方も多いのではないでしょうか。このスパモン教は現在アメリカの学校教育に取り込まれつつある絶対的な存在によって人類が作られたとするインテリジェントデザイン説に対抗するために2005年に誕生したパロディ宗教になります。教義の中では酒に酔ったスパゲッティモンスターが世界を創造したとされており、祈りの言葉はアーメンではなくスパモンシーンを連想させるラーメンです。天国にはストリッパー劇場とビールが無尽蔵に噴き出す火山があるそうで、地獄についてもビールの気が抜けてまずいという以外は基本的に天国と同じとされています。一応スパモン教にはいわゆる聖僧と呼ばれるものが存在するのですが、海賊服を着て頭に綿の湯切り猿をかぶるという他の宗教ではまず見られないような変わった格好をしています。ですがアメリカでは宗教上の理由によるものとして清掃の状態で運転免許証の顔写真を撮ることができるそうです。ここまでの説明だとぶっ飛んだとんでも宗教だと思われるかもしれませんが、意外なことに現在ではアメリカ以外の国々にも支部があり、実際にスパモン教を宗教団体として認めている国もあるそうです。ちなみに日本支部も存在しており、公式サイトもあるので気になった人は覗いてみてはいかがでしょうか。まあ、これは非常に興味深い宗教ですね。天国に行ったらストリップ劇場に行けるという点も非常に魅力的なので、私キリンも入信したいと思います。ラーメン。ベーコン合同教会。ベーコンをこよなく愛するアメリカ人はついにベーコンを神と崇める宗教を作ってしまいました。このベーコン合同教会は現在では世界で1万3000人以上の信者がいます。なぜこんな宗教が生まれたかというと、アメリカでは宗教を信仰している人が非常に多いため、無神論者は不道徳と考える人も珍しくなく、そうした偏見や差別に抗議するため2010年に設立されました。団体名の由来ですが、神は目に見えないがベーコンは確かに存在しているといった理由でこの名前になったそうです。また宗教が自然に敬意を払っていることに対しての皮肉も込められているとのこと。信者が増えた背景ですが、神の存在を必要としない人たちのために非宗教的かつ法的にも認められた結婚式を無償で提供し始めたことが話題となり、多くの無神論者が入信することになったようです。まあこの私キリンも地元ではベーコンのキリンと呼ばれるほど大のベーコン好きとして有名なので入りたいと思います。マラドーナ教。マラドーナ教のマラドーナとは皆さんご存知、アルゼンチンで活躍していた元サッカー選手のディエゴ・マラドーナに由来しています。マラドーナの神がかった美しいプレーに魅了された人たちが彼の38歳の誕生日の日に設立し、現在ではなんと世界60カ国以上10万人を超える信者がいるようです。ですが単一的なパロディ宗教ではなく、キリスト教徒との混合宗教とされています。また教義はマラドーナの背番号にちなんで10回まで存在し、スペイン語で神を表す単語ディオスをかけて D10S と呼ばれています。10回の内容はボールを汚してはならない、フットボールを愛せ、マラドーナの言葉を世界に広めよといったサッカーに関係するものばかりです。中には息子のミドルネームにディエゴと名付けろといったものもあります。また洗礼も独特なもので、吊るしたサッカーボールを左手で叩くというマラドーナの神の手を模した儀式が行われます。さらにディエゴ歴なるものも存在し、マラドーナが生まれた1960年をディエゴ歴元年としているようです。まあ、僕も毎回ワールドカップをテレビで見るほどのサッカー教なので、マラドーナ教も入っていく。ちなみにキリン教のみんなも子供が生まれたら名前にキリンの絵文字を入れてくれると嬉しいです。見えざるピンクのユニコーン。この宗教は暇な大学生たちの手によりインターネット上で生まれたパロディ宗教で、団体名にもなっている見えざるピンクのユニコーンと呼ばれる女神は海外では無神論者のシンボルとされています。この見えざるピンクのユニコーンは見えないのに
にピンク色、見えないのにユニコーンだとなぜわかるのかというある種矛盾している存在なのですが、これは神を見たこともあったこともないのに聖書に出てくる神の存在を鵜呑みにしている有神論者を皮肉ったものになるそうです。また目に見える特徴を持ちながら実際には何も見えないという矛盾した考えは、中国の気候や日本の運命の赤い糸など東アジア圏の文化が元になっていると言われています。ちなみに教義では見えざるピンクのユニコーンは洗濯室に神殿を築くとされており、洗濯物がピンク色に染まると彼女がいる証になるそうです。いつかきっと洗濯物がピンク色になることを願って。入信 Google 教、この宗教はアップル信者に代表されるような特定の企業を信仰する熱狂的なファンの名称ではなく、Google の検索エンジンを信仰する宗教になります。というのも、検索した際に出力されるデータを Google が指向していると捉えることができ、検索結果を受け取るという行為は神から信託を授かるのと同義語なのではないかという考えのもと誕生しました。またその性質上、特定の教会などを持たずネット上のコミュニティで信者同士がつながっていると言われています。 Google 教の教義では、神と呼ばれたいかなる存在の検索結果よりも Google の僕の検索結果の方が多いため、他の宗教の神よりはるかに確証があるとされています。そういった理由から、地球上で最も全知全能に近い存在である Google の検索エンジンを神として崇めているそうです。この Google 教はジョークなのかもしれないですけど、なんかこれから技術が発達していったら AI 的なものを神と崇める本気の宗教とかはなんかリアルで出てきそうな気がしますよね。ということで、入信コピニズム伝道教会、こちらは先ほどお話した Google 教に近い宗教になります。この宗教はスウェーデンに住む19歳の大学生によって実に3度にも及ぶ申請の末誕生した新興宗教になります。コピミズム伝道教会はキーボードのコントロール C とコントロール V、つまりコピー&ペーストのショートカットキーを聖なる象徴であると考えている宗教になります。というのも、この宗教では知識を増やしたり共有したり複製することが神聖な行為とされているそうです。ちなみに発祥となったスウェーデンでは無宗教の人が多い国で、信仰が必要だと考える人が非常に少ないそうです。そしてそれはこのコピミズム伝道教会にも反映されており、多くのパロディ宗教と違い、特定の神や超自然的な現象には一切触れておらず、また天国や地獄といった概念も存在しません。そんな独自の文化圏の上に築き上げられたコピミズム伝道教会ですが、現在では日本を含む様々な国に支部があるそうです。なるほど。入信ジェダイ教、ジェダイといえばあのスターウォーズに登場するジェダイです。実はこのジェダイ教、世界中で推定50万人も信者がいるとされている超巨大宗教なのです。と言っても実際に宗教団体として認められているわけではなく、2001年にイギリスで行われた国勢調査が発端だとされています。発足当時、宗教を信じていない人はジェダイの信者だと申告しようという運動があり、面白がった多くの人々が実際に国勢調査でジェダイと記入していました。当初は8000票ほどしか集まらなかったのですが、世界中にこの運動が拡散し、イングランドでは39万人近くがジェダイと回答したそうです。入信、はい、ということで今回思い切っていろんな宗教に入ってみたわけなんですけど、この動画を見ている皆さんはぜひキリン教を信仰してもらえればなぁと思います。キリン教に入れば一生童貞処女が約束され、一度でもセックスをしてしまうとポストにキリンの糞を詰められるので気をつけてください。ということで、キリン教に入信希望の方は高評価とキリンのチャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくです。終わりー。賢者、はい、ということで今回も賢者タイムなんですけど、今回もですね、前回に引き続きキリンのお友達がいない事件対策会議第2回をやっていきたいと思います。はい、ということでね、前回はノートパソコンを買うことによって外出し、そしてそこで友達を作るきっかけになるんじゃないかという、少し進展があったわけなんですけど、今回もですね、なんと来ました。見てください。前もちょっと話してたんですけど、スイッチを買うたでー。
やっとい はい、ということでね、まあね、前はポケモン深ぶりの動画でちょっとポケモン買いたいなと思ってたんですけど、もう今の時代ですね、やっぱ完全にスマブラなんで、まあ、スマブラはですね、まあこの事件で皆さんお分かりと思うんですけど、僕友達がいないんで、あんまりやったことないんですよね。そこまで馴染みがない。そう。で、スマブラを、やはり数あるスイッチソフトの中からスマブラを選択することによって友達を作る何か糸口になるかもしれない。信じるか信じないかは私次第です。じゃあ。